現代の最も華やかな文化交流はオリンピックに代表されるスポーツ交流であります。ここへ示しておりますのはオリンピックの円盤投げの選手と古代ギリシアの円盤投げの選手であります。オリンピックの競技のほとんどのものは儀式としての模擬戦、一種のこう仮想的な戦争というものが起源であります。実際の戦争を何ヶ月かやめて模擬的な戦いをして人々の強さを神に捧げる、そういうようにスポーツの交流、スポーツの役割というものも古くから伝えられてきており、現在発展しているものであります。